ましたっけ、ちょっと覚えてないんだけどさ、あのペルソナに出てくる新垣信二郎というね、爆撃男、爆メロ男がいるんだけど、その人の、まあ、イメージ香水なるものが届いたのよ。買ってたのが届いたんだけど、あれね、本当に良くないよ。なんか今までイメージ香水って言ってなんか、みたいなことが多かったの。わからんくもないけど別にそこまでじゃないみたいなさ、もうほんとね、なんか匂った瞬間に笑っちゃうぐらい解釈一致だったんだよね。なんかでもその高校生の新垣先輩というよりかは、なんだろう、卒業後の世界線だったね。うん、大学生ぐらいの、まあちょっと気使っとくかの匂いだったね。もうなんかザ男って感じの香水だった。なんかあの後サブアカの方でベッドに振りかけて反応しとくねみたいな言って、実際こうベッドに香水振りかけたんだけど、あの普通にニヤニヤしすぎて寝れんかったからね。とか言い始めて天才だね、あれ作った人、香水。同じところからリュウジの香水も出てるんだけど、あれなんだよな、もうソールドアウトしちゃってて、ペルソナ5の方が。確かそのペルソナ3がリロード発売記念で再販かかったのかなって感じだからさ、もうマジで再販してほしい。マジちょっとお下品な言い方をしちゃうと、私信二郎とこのベッドで添い寝したみたいな存在しない記憶が蘇ってきた。ガチでよかったんだよな。江戸い感じした。え、もう江戸すぎ。え、本当に江戸香水だよあれ。え、多分ね、普通になんかつけてたらなんか別に、あ、なんかちょっとそのダンディーな匂いだなって感じなんだけど、それを新垣先輩がつけてるって思うと、もうなんかもう興奮以外の何物でもないよね、正直。キモいか、一旦。でも私がキモいのって別に今に始まった話ではないからさ。キモいでやらせてもらってるとこあるから、